違うはずね。これいいな。許さないぞ。やってやるぜ。私の番ね。してみろ。かかって見てなさい。どうした。逃げるな今のうちだ。じゃあね。怖いの。見てろよ。とっておき。よし、行くぞ。やってやるぞ。やってみろ。かかってこいよ。舐めないでくれ。おっしゃ、行くぞ。よし、あっし。うわ。とどめだ。うわ。
これ、ん？ザリガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川からこのまま車に引かれるのもあれだし。もう。そんじゃ元気でなっと。ああ、わしのナンシーが。え？ああ、もう姿が見えん。おい。もしかして。ああ、あいつはわしが手塩適度な運動が大切なんでな、たまにこの辺りを散歩させておったんじゃ。ナンシーはわしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー、悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。いや、あんたも悪気がないのは分かってるよ。それに目を離したわしもいけなかった。もうナンシーの姿はどこにも見えん。残念じゃが、諦めるしかないようじゃな。じゃあわしは帰るとするよ。あんたも気にせんでくれ。じいさん、ちょっとあんたのナンシー、俺が捕まえてくるぜ。ん？そう言ってくれんな。まあやれるだけやってみるさ。そうか。では頼むとするかの。もしもナンシーを見つけてくれたら、桜川通り沿いに来てくれ。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。ナンシーは背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴じゃ。頼んだぞ。背中のバツ印だな。わかった。まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられ。
りたいことでも。ぶっ殺してやるよ。相手にならないんじゃない？おい来た。ほら来いよ。どうやる？私の番ね。どうするかね。これか？お？なあ。
おい、てめえ兵器がなっとらんだ。やるときはやるぞ。ビビってんのか。よし、やってみろ。ほら、大丈夫。せきやがれ。あ、いいな。腰が張るぜ。うん、喧嘩売ってんのか。うん、なんなんだよ。だるいな。やるときはやるぞ。勝てると思ってんのか。私の番ね。やめるな。こいつ。よし、行こう。よっしゃ、あっちだ。はい。自分なめてんのか。楽しませてもらおう。上がってこい。よし、来てみろ。ほれほれ、見てなさい。かかれや。やってみろ。俺の番だな。絶対負けない。見せてやるよ。ほら、おい、来た。やめんな。舐めんなよ。こっち見ろ。見てろよ。とっておき。逃げるなら今のうちだ。決めるぜ。どうするかね。どうした。ぶっ飛ばしてやる。やってやるぞ。ビビってんのか。やってやる。やがれ。なめんなよ。大吉の野郎だ。じゃあ、俺の番ね。なめんなよ。なめないでくれ。じゃあ行く。よし、行くぞ。
いらっしゃい。ありがとう。痛い目に遭いてえ。後悔すんなよ。じゃあまだまだ見てなさい。来てみろ、あっち来い。やってみろ。ぶっ倒してやる。見てろよ、とっておき。よいしょ。やめんなよ。元通りだ。じゃあ俺の番だな。逃げるなら今のうちだぞ。とっておきだ。覚悟しろ。放射しねえぞ。よし。なめんなよ。なめんなよ。来やがれ。とっておき。やるのだ。おい、来た。絶対負けない。かかってこいよ。ザク、見てろよ。部署から出てふと俺が好きだった漫画の最終回どうなったか気になってさ、ちょっと本屋で立ち読みしてみたんだよ。それで？そしたら今もまだ連載続いててビビったぜ。
えらい長寿漫画だな。だがそうなると追いつくのも大変だろうな。いや、作者が救済しまくりであんま話進んでなくてよ。なんつーか、いいじゃねえぞ。財布置いてて、舐めるな。いい加減しねえぜ。私の番ね。来てみろ。てやっ、やってやるぞ。絶対負けない。おいの、ね、うん、どれどれ。舐めるなよ。見てろよ。よいしょ。逃げるなら俺の番だな。どうだ、俺の番か。してみろ。それよ、見てなさい。やってやる。おい、来た。なめんなよ。なめんなよ。おい、やっちゃう。とっておきだ。勝ちだ。